現在の野党はレッドチーム赤組。産経新聞2023年5月17日、泉氏150議席未満で辞任発言に連合会長、請求に判断すべきでない。連合は労働組合労組、正式名称は日本労働組合総連合会。労働組合は労働者のための組織ではなく赤組織。万国の労働者よ団結せよ言ってカール・マルクスが言うてんけど、国際組織なんですね。で、連合からすると泉の方がやりやすいんやろな。立憲民主はあの悪夢の、いやいや現実地獄やったでの民主政権の民主の連中で、角丸枝野さんがお作りになった。角丸枝野、なぜに角丸というあだ名がついてるのか。枝野は左翼過激派角丸派から献金を受けていた。角丸の正式名称は日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派。友さんは共産のことを言っております。連合は社会の窓主義系資本主義国における国壊しを目的とした組織ちゃうの。万国の労働者が団結せよ言って世界で団結させて国壊ししてきたやん。労組、角丸枝野さんが代表の場合は野党共闘言って友さんの党と組もうとするからな。それは連合さんとしたら困んねやろ。記事によりますと、立憲民主の代表の泉野健太は17日、連合の会長の吉野の智子さんと東京都内で会談した。吉野さんは次期衆院選ぶやつをめぐり、立憲と共に連合が支援する国民民主との協力を要請。泉は話し合いを続ける考えを示した。会見で泉は維新との国会共闘を終え、維新や友さんの党とは選挙協力しないと説明。終了後、記者団に国民とは対等に真摯に話をしていきたいと述べた。あの悪夢の、いやいや現実地獄やったでの民主政権の民主やから、もうこれに懲りて支持したらあかんねん。吉野さんは支援先が立憲と国民で割れている状況に非常に戦いにくいと苦言を呈し、連合も一枚岩に近づけていくよう取り組むと語った。衆院選ぶやつで150議席に届かなければ辞任するとした泉の発言に関し、請求に判断すべきではない。継続するのも責任の一つだ。と指摘した両氏の会談は2月以来で、4月の統一地方選ぶやつと、衆参補決選の協後初めて。鳩山の幸男さんが民主作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてたんですが、社会党が社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中やったんですね。もともと友さんは共産、コミッテル国際共産党第3インターナショナルと同じ組織やったんですね。第2インターナショナル時代は多分きっと鳩山の幸男さんは社会党に代わる政党を作りなさいって言われたと思うね。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。それをやりたくなったのは、社会統計の実にお偉い肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれたから。政治学者ってこの程度でなれるの？社会党って何なの？っていう疑問がふつふつと。その時の責任者の方が定年後に友さんの党員として生きる宣言をしたって聞いて、だからあの時理不尽やってんねーって思ったんですけど、社会党が社会の窓主義インターナショナル、実に恐ろしい国際組織、そして第2インターナショナル時代はコミッテル国際共産党第3インターナショナル、日本の友さんの党や中の国の友さんの党の大元と同じ組織であることが先人の書を紐解いて分かりました。コミッテルの正式名称コミに載ってる余計なのを挟んでおりますが、世界各国で核の命が起こり押し潰されて共和国制になっていきましたよね。それをやったのが第1インターナショナル、第2インターナショナルで、プッチンプリンみたいな名前の方がトップを務めているロシロシで大きな核の命が起こりました。ロシロシ核の命、それが成功してレニンのおっさんがほんまわれーって伸ばす、マルクスレニン主義のレニン、あのおっさんが第3インターナショナルコミッテル国際共産党として独立させたんですね。コミッテルはもう消滅したことになってんねんけど、トモさんの主義者はトモさん共産、地下に潜るって言われてたで、コミッテルには指導団体なるものが存在してまして、そこ結構有名なところで、私はそこのことを自由なおそうめん屋さんって呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン、石工さんの集まり、おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、でんでんじいさんがやっているところ、お米の国って書くところなんですね。盛大なプロレスが行われています。
新人の章を紐解いて分かったのが、資本社会ともさん3つの主義で自由に楽しく生きられるのが資本だけなんですね。社会ともさんの国になってしまうと必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国なので、私は資本と日米同盟だけ死守しとけって思ってます。で、それには活動家の先導に乗らないことが大切やな。活動家がやってることって巻き込ませ統一戦線工作。他の国がかわいそうやから言うて、私たち日本国民に同情させて、一緒に立ち上がって抗議させようとしていますが、このさんの国、社会の丸主義の国になってしまったところは、そういう気の毒なことになんねんから、うちらは資本主義。日米同盟のもとに楽しく暮らしたらええな。世の中金や、楽しいな、言うて、我関せずがええのよ。インターネット SNS では、日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が繰り返し行われてて、維新はクリーンな衛生党みたいな刷り込み行ってるな、思ってたんですけど、維新って衛生党なんかも自然と思わせたんは、文化の人放送局ちゃうの。ちゃんと見てないねんけど、文化の人放送局の最初の方の登記は、天理の青年会議所で、その業種が、葬儀屋さん、死体埋没準備とか書いてあってんけど、日経テレコムの検索サイトで。葬儀屋さんのネット配信を皆さんありがたく見てんねんな。日本で保守論客言うて活躍できる人たちって、お隣の国、県の国、藩の国、関とも言うところの州の教メディアで活躍できる、今まさに騒がれている T1 教の会、お幸せ天理やな思って見てんねんけど、小さい州の教も連帯してて、ニューソート運動の一つなんかな思って見てたんですけど、ニューソート、稲田の智美先生が信仰なさっている成長の家の教祖の谷口さんはニューソートの牧師さんで、保守の代表的存在のおでこパーンって出したおばちゃんおるやん。ニュースキャスターとかしてた人。あの方の一番最初の職場がクリスチャンサイエンスモニター英字新聞で、クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎となっている。私は10代の最後にジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用にハマりまして、会社員辞めてから潜在意識の活用ってすげえってミラクル起こしてたって感じがして、ジョセフ・マーフィー先生と翻訳なさった方に感謝しててんけど、後に恐ろしいねんなっていうことが分かりました。潜在意識の活用はほんまにすごいねん。で、みんながすごいと思ってもっと知ろうとセミナーとか行ってみたら、収納教にパックンチョされてしまい、叶うもんも叶わへんなっていくんちゃうかな。20代後半でスピリチュアルの勉強会に行ってきてって言われて行ってきたら、ちょっとここ無理やわと思ってトイレ休憩で帰ってきて、赤坂見つけて、はぁ気持ちよかったとか思いながら、これはスピリチュアルの世界見とかなあかんなってなんとなく思ったんですね。何を言っているのか知っとくと後々得やんな、なんか先導してるなって。その時先導とかあんまりよう分かってなかったんけど、スピリチュアルの根底入り口はほんまに素晴らしくて、教会はなぜ潰れないのかっていう雑学辞典の項目やったと思うねんけど、恐怖で支配してるからって書いてあって、なるほどと思った。ごめんちゃいって謝りに行かなあかんや、キリストさんの場合懺悔しに行く。だから潰れへんねんや。保守言うてやってる人たちで何人かマルチッチなことやってたいうのがあって、私関わりたくないからツイッターブロックしてたこともあんねんけど、総合ブロック勝ち取ったとか思っててんけど、誰とは言わへんけど、結構保守って怪しいな。収納教系マルチッチ、マルチはユタ州が発祥の地で、ブンブンって感じがすんねん。知らんけどって言うとくけど、何しか我々日本国民にとって日米同盟と資本主義が必要なのよ。それを守るのはシステム上のお話ですが、自民しかありへんのよ。新しくできた政党とか、日本人であるならば保守でないといけないってやってた連中、日本のコロコロとか、次世代がなかった次世代のあそこを応援してた人たちじゃないの。ポスター同じようなのを作ってるしな。